はい、どうも、ヨモテロのマルコです。ヨメです。よろしくお願いします。というわけで、はい、サムネタイトルの通りでございますけれども、ヨメと俺は、しばらくの間、お休みをいただこうかなと思います。はい。マルコさん、ちょっと左手首をやらかしてしまいまして、はい。で、今年の2月ぐらい。その頃か。そうそう。うん。やらかしちゃって、腱鞘炎の一種で、ドケルバン病っていうのがあって、手首の、あれですね、腱鞘炎ってね。うん、親指が、開けなくなっちゃったんですよ。うん。開かなくなっちゃったんですよ。で、親指を繋いでる、ここの腱ですね。この辺が炎症を起こしてて、こう動かすっていうか開くと痛みがあったりとか、うん、動かしにくかったりとかしてて。で、2月って、すでに5月のライブのお仕事が決まってた後だったのよ。そうだったね。そう。はい。で、あ、これやべえな、どうしようかなと思って、うん、直すのには、もう方法が1個しかなくて、使うな、と。それだけ。もうそれだけ。もう使うな。とにかく使うな。動かすな。って、しかなかったんだけど。うん、いやーでもライブあるしなーと思って。そうだね。5月だしって言って、ちょっと騙し騙しやってたのよ。だからなんかサポーターみたいなやつ巻いたりとか、うん、極力無駄にこの親指が動かないようにギターずっと弾いてたんだけど、まあ、5月のそのライブのお仕事が終わって、治療に専念しようかっていうことで、はい、そっからもうギターを実は弾いていません。弾いてないね。弾いてないです。はい。で、先日、ドクターのとこ行って、うん、行ってきたところ、だいぶ炎症がちっちゃいよと。だいぶ良くなってるの。本当よかった。で、とどめのお注射一発かましてもらって、はい、2週間。とりあえず。2週間。はい。使うなと。絶対に。絶対にとも言われてないんだよ。まあ、そっかそっか。うん。ただ、治すためには、はい、注射で治るわけじゃないし、うんうんうん、これ湿布で治るわけじゃなくて、うん、治すためには安静しかないんだって。はい。そうそうそう、ね。安静しかないの、うん。治すための作業は安静。はい。そう。安静。そう。この湿布とか注射はそれの手助けをするためでしかないからって言うんで、うんうん。まあ注射かまして2週間はとりあえず安静にしろよって言われて、なのでまああと2週間。2週間。はちょっととりあえず、ギターをね、触らないようにしようかなと。はい、何ドケルバン病って、産後の女性の方とかにも多いんだって。そうなんだね。俺わかるわと思って、それ。うん。まあ、本当はなんかホルモンバランスの動向らしいんだけど。あ、そうなんだ。そうそう。そういう原因もあるらしいんだけど、うん。やっぱね、赤ちゃんの抱っこってさ、こうやるじゃん。そうね。だから、ここってさ、結構負担かかると思うの。使うよね。うん、で、まあ、俺はたまたまドケルバン病の方で出たんだけど、うん、普通の腱鞘炎とかもやっぱり、お母さんなる人多いって聞くもんな。そうだね。コメントもすごいなんかよく見ない。うん、見る。お母さん、赤ちゃんの頃、うん。腱鞘炎になりました、みたいなコメントとかもよく見るしさ。うん、実際私も足なんかちょっと。おかしかったもんね。おかしくなっちゃったから、うん、あるよね。そう。この、こっちの指をこう、酷使する。人がなるんだって。うん、だから俺毎日ずっとこうじゃん。そうよね。編集でね、パソコン使ってね。スペースキーじゃん、この親指って。一番使う。めちゃくちゃ使う。うん、もう、動画の編集してでも使うし、うん、普通にほら、キーボード打ってても変換とかってこうやんじゃん。使うね。だからめちゃくちゃこいつにちょっと仕事させすぎたなと思う。今はちょっとお休みをさせてるところ。マジでしんどい、ギター弾かないって。しんどいね。ほんとしんどい。もう、病んだもん、俺だって。病んだ。めちゃくちゃ病んでさ、うわ、もうダメだ、終わったと思って。終わったわと思って。そう、でもまあ、とりあえず、日に日になんかこう、痛みじゃないけど、そういうのもなくなってきてるし、うん、で、前ね、こうやって開かなかったの、親指。こういう風に。カメラ目線してくんない？はい。これサムネにしようぜ。これお休みします。ふざけてんの？またふざけてんのかって言われるね、そんなことしてる。怒られちゃう。でも、この、うん、こうやって、まあ、L 字ぐらいまで開くじゃん、親指って。開くね。これがもうね、開くじゃん。これがもう、何？この辺で、なんかもう、動かないのよ。こっから、なんか。うまく動かせないの。動かせないってやばいよね。うん。で、ギターってさ、こうやって持つじゃん。こうやって、うんうんうん、横から見るとこんな感じで持つんだけどさ。で、こっちの指をこうやって動かすときに、こうした方がいいのか。こっちでこうやって弾くんだけどさ、こう、広げたりするときって、この親指ってすごい軸になったりして、こう、かなり、うんうん、なんつうの、こう。開くもんね。そうそう、こうやって開いたりとか、うん、なんていうの、結構動くのよ、こいつが。うんうん、こいつで、抑えるっていうか、全員のバランス取るみたいなとこあるから。そうだよね。だからそれが、まあ、できないっていうか、痛いし動かねえし、だから、しんどかったね。
しんどかったよね、うん、本当。でも俺なんだろうな、サポーターとか巻いて演奏してたんだけど、うん、自分じゃ分かんないのよ、なんか弾けてる気がするしさ、普通に、はい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 、あ痛くねえじゃん大丈夫じゃんとか思って、うんうん、でなんか知り合いのギターの講師さんとかに、うん、どうよ最近の俺のプレイとかって言うと、なんかタイミングおかしくねみたいな言われて、あそうなんだ、そうそうそう、へえ、そうかなーと思って、俺の元々のタイミングだけどなとかって思って外して弾いたらすげえあーってなって、あーほんとだって全然表に動いてないじゃんみたいな。ああ、そうなんやね。やっぱ、まあ、サポーターってそういうものだもんね。そうだね。まあ、うん、動きを制限してんだけど、うんうん、ただなんかこう、弾けちゃってたから、はい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 、別にそんなに変かなとかって思ったけど、うん、やっぱね、わかんないうちにね、なんかいろいろと弊害が出てたんだよね。うんうんうん、まあ、完治に向けてね、とりあえず、今はこう、余計なことをさせずに、はい、うん、ひたすら安静に。安静に、うん、してるんだけど、今ちょっとやっぱこうやってひねったりするとさ、はい、なんか痛くないけどなんかこう違和感ですか、腫れてんだろうなって感じがする。あーなるほど、ポコンってなる、ちょっと、うんうんうん、カクンみたいなさ、うん、そういう風になるんだって。まあ完治に向けて、はい、もうしばらくね、はい、メインチャンネルの方、嫁と俺の音楽ユニットとしての嫁と俺の方はお休みをいただこうかなと思ってます、はい、この告知を言ってんのが今6月の末でしょ、うん、で6月中本当何にも新しい動画載せてないからさ、うんうんうん、きちんとちゃんとそのこれ言わなきゃなと思って、そうだね、そのちょっと違和感があるからってそこまで痛くないから大丈夫ってやっちゃってたわけじゃん、うんうん、でそれが良くないよってみんなに言わなきゃいけないと思った、うん、これはなんか俺の使命だと思ったのよ。そうだね、そうちゃんと直して、また練習すればちゃんと弾けるようになるよっていうのをみんなに言おうと思って。うん、っていうのも、とあるギタービルダーさんから俺メールもらって、うん、その、ツイッターでさ、痛えな、やっぱダメかな、安静にしなきゃな、とかって言ってたら、うん、ちゃんと安静にしてって。仕事に追われて、そのビルダーさんがね、はい、仕事に追われて、無理し続けた結果、うん、手術でも完治しなくなっちゃって、めちゃくちゃ滑舌悪かったな。手術でも完治しなくなっちゃって、今でももうあんまり握力もなくなっちゃったって。どっちだったかな、うん。わかるのよ。俺もそうなんだけど、うん、例えば、集中して、録音集中し始めた時って、ちょっと痛いなとか思っても、うん、いけるいけるまだ。もう今ここ、あと一回やったらいけるっつって、こう、はい、ついね、はいはい、飲み込んでっちゃうじゃん。うん。で、その方もやっぱ仕事だしさ、うん、ちょっと行っとこ行っとこって、まだ病院はまだいい。みたいなこと言ってずーっと伸ばしてたらもう結構その人にとって取り返しのつかないことになっちゃったわけじゃん。うんうんうん、だそういう風になるからもう違和感があったらもうすぐに休ました方がいいよって、うん、いうメールをいただいて、そうだよなと思って、うん。で、これきっちり YouTube のネタにしますって俺言ったの。あ、そうなんだ。うん。うんうん、っていうのはそのネタ的に面白いからじゃない、なくてさ、うん、YouTube 的な面白さじゃなくて、うん、やってるわけじゃん、YouTube、うん、音楽 YouTuber やってて、うん、で、その活動ちゃんとお休みします。なんでかっつったら、はい、手首ちょっと調子悪いからですっていうのを言うことが俺大事だと思ったのよ。うんうんうん、すごい大事だと思ったの、うん。これ言わなきゃいけないよねと思って、うん。言う義務があるとさえ思った、うんうん。曲がりなりにもさ、何万人とかってさ、見てくれてる人がいて、うん、手首痛いなって言いながらずっとギター弾いてる姿を見せるっていうのは良くないよね。うん、ちゃんと直しますっつって、うん、直しますっつって、直すっていう姿を見せなきゃいけないし、うんうん、それは、じゃないと大変なことも起きるんだよっていうのも、ちょっと教えてあげないとさ、うんうんうん、知らずに頑張っちゃう若いギタリストとかいるかもしれない。そういうために絶対これ言わなきゃいけないなと思って。うん、で、今回こういうね、動画にしてちゃんと語っとこうと思ってきっちり。はい、そう、だからさ、その、ちょっと仲良くさせていただいてるギタリストさんの方、はいはい、名前言っちゃってもいいかな、その、うん、あの、ドームとかでもさ、うん、ミッシーさんのツアーとかで、ドームとかでも演奏される菊池正義さんっていう超絶プロフェッショナルの方とか、ね、夜遊びのサポートで、ギター弾いてらっしゃるアッシュさんとかも LINE くれてさ、とにかく休めばいいよって。うん、同じこと言うの。二人ともやっぱ、ね、うんうん。自分もそういう時があったりとかするけど、とにかく休むべきだよ、うんうんうん。で、休んでイメトレしとけば全然下手になんないから、うん、衰えないから大丈夫だよって言われたの。うんうんうん、そっか。でも、そういうすごい人たちが言うんだったらそうかなと思って。ね、これ俺言っときたいのよ、うん。そういうすごい人たちが言うんだからそうかなと思って、じゃあ、言われた通りちゃんとギター弾かずに、イメージトレーニングだけしようって思ったの。うん、そしたら、イメージトレーニングできないのよ。できないんだね。あれ、なんか、俺適当に弾いてたのみたいな。はい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 。ノリだけで弾いてたのかなと思って、うん。イメージトレーニングやろうと思ったら、なんかこう、いろんなことを想像しなきゃいけないじゃん。うん、それが想像しにくくって、ってことは、なんか、
慣れっていうか惰性で弾いてる部分も多かったなと思ってさ。だからイメージトレーニングをしようと思ったら、触ってないのに、すごい細かく、この角度でとかさ、この時はこの角度でとか、なんかそういうことを、こう、よりディティールを知ることができたよね。うんうんうん。で、イメージトレーニングをパッとできる人ってやっぱりディティールにこだわりながら弾いてんだよね。なるほど。うん。あ、だからいかにノリでやってたかってすごい分かった。そうだよね。から多分俺手首治ったらめちゃくちゃ上手くなってる気がするんだよ。ねえ。なんかそんな気がするね。うん、イメージトレーニング大事ですよ。ねえ。イメージトレーニングが大事っていうよりも、イメージトレーニングがパッとできる、その、明確さというか、うんうんうん、そういうもので練習するともっと上手くなるなと思った。さすが、やっぱ、プロの人って。それが当たり前なんだよ。ねえ。うん。それが、その、教えてもらえたってことも本当なんかありがたいことだよね。そうだね。言っちゃってよかったのかな、これ。いやでもイメージトレーニングぐらいみんなやるじゃん。そうだ、そうだ、そうだ。うん。で、俺はできなかったし、パッと。うんうん、できなかったし、やろうとした結果、その、どういうことが分かったかっていうのを今みんなに伝えられるじゃん。うん、これ、俺すごい大事だと思ったのよ、ね。本当に。だからみんなイメージトレーニングをやろうとしてみて。きっとつまずくと思うの。あれって。私できないもん。そうでしょ。なんかピンとこなくない？ピンとこない。どれをイメージしたらいいのってなる。いや、例えば、この間ライブでやった曲あるじゃん。はい、その曲の、もうイメージで練習してみて。え、無理。できるとことできないとこない？ない。あれ、ある。何？日本語も下手くそだ、今。コードの形とかイメージできるじゃん。できるね。でもじゃあコードチェンジはとか。そう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 。こっからここってどうやってチェンジしてたっけとかさ。その、詳細が出てこなくない？全然できない。あ、そういうのは、あ、慣れっていうか、流れっていうか、なんかそういうので弾いてたなっていうのをすごい思った。すごいこれは、うん、私もできるねこれね。見えてんだよ。あ、ごめんなさいごめんなさいごめんなさい。なあ。ごめんなさい。あんよ出してんじゃねえよ急によ。そうそう、だからイメージトレーニングってすることも大事だし、うん、そのイメージトレーニングをしようとすることで、うん、あ、おろそかになってたかもとか、なんかちゃんと深く理解せずにやってたかもっていうところも見えてくるから、それはすごい大事かなと思いました。うん、はい。まあそんなわけでちょっときっちりお休みしますんで、また復活したらよろしくお願いします。お願いします。嫁チャンネルの方はもうほぼ毎日更新ずっと続いてますんで、そちらの方はぜひともチェックしてみてください。はい。あとちょっと、なんか、ついでみたいになっちゃうんですけど、うん、嫁と俺のカバーアルバム配信とか、うん、嫁と俺のオリジナル楽曲のそのリリースだったりとかっていうのを今年の頭ぐらいに動かしますって言ってて、全然やってないのよ。で、これちゃんと、あのね、意味があって、嫁、そうそうそう、嫁と俺って、あの、キーっていう事務所に所属してるんですよ、実は。実はね。実はちゃんとした YouTuber なんですよ。それなりに、はい。事務所に所属するぐらいの、なんか、うん、ぐらいって言ったらあれなんだけど、なんかそういう、それでちゃんとお仕事としてやろうっていう YouTuber なんですけれども、今年の4月末まで、その、キーとマネジメント契約っていう契約のスタイルだったのね。うんうん。で、5月から、エージェント契約っていう契約形態に切り替えてもらいました。はい。で、それがなくって、今までって、なんか、嫁と俺って名前で何かやろうと思ったら、全部こう、キーさんと一緒にやんなきゃいけなかったのよ。うんうんうん、で、それが嫌だとかそういうことじゃないんだけど、うん、どうしてもその、二人三脚でスムースにやらなきゃいけなかったのね。うんうん、だから楽曲の配信とかリリースとかっていうのを、俺らのテンポ感でできなかったし、うん、キーっていう事務所は YouTuber の事務所だから、そうね、音楽事務所じゃないじゃん。うん、だから、どうしてもね、その、歩みがスムースじゃなかったのよ。うんうん、で、そこはもうすぐ今年絶対やりたいと思ってたから、うん、じゃあそういうことも考えて、その契約の形態を変えた方がいいんじゃないのかっていうのを話してて、5月の1日からちょっと契約、あの、スタイルが変わったの。はい。まあずっと今もね、お仕事を一緒に やらせていただいてるんだけど、そのスタイルが変わったよっていうので、うん、やっとスタート地点って感じ。やっとスタート地点って感じ。うん、こっからもう、俺らのテンポ感で、はい、曲の配信だったりとか、制作に関してもそうだし、やっていけるから。うん、だから こっからはやっとで、なんかその、こういうことをやります、いついつこういうことができますっていうのを、もっとこう、実際に目に見える形で報告していけるようになるかな。うんうんうん。って言ってる矢先にこれやからな。本当に。言ってる矢先のこれやからね。そうだね。何なのよっていう。まあ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 、今はね、ちょっと休養に専念してもらって。うんうん、ね、まあ、充電期間かなと思って。うん、これも。ね、そういう、パワーアップした嫁と俺のカバー動画だったり。うん、その、今までアップしてきた動画のカバー、アルバムだったり、いろんなものを動かしていくための充電期間かなと思って、ちょっとお時間もいただこうかなと思います。はい。で、まあ、治りましたとかって報告動画は多分載せないと思う。そうだね。うん、わかんないしさ。うん。でも多分ツイッターとかで言う、治ったーって。治ったよっしゃーって。うん、治ったーって、うん。
まあ、ドクターのこういうエコーみたいなやつで炎症が全然ないよってなるまでは、とにかく使わないようにしようかなと思って。安静に安静に。うん、もう何にも、どこも悪いとこねえよっていう状態にしてから、酷使しようかなと思って。じゃあ、酷使する分、ちゃんとストレッチとかもね、その、全身のメンテナンスもちゃんとやりながらなんだけど、まあその状態で、またいろいろな音楽的な活動は再開しようかなと思ってますので、よかったら、楽しみに待っていてください。で、それまでは、過去にアップした動画とかの、ショートだったりとか、まあ、撮ってて使わなかったやつだったりとか、そういうのを載せていこうかなと思ってるんで、一応チャンネルはそのまま登録しておいてもらえたら嬉しいかなと思います。お願いします。嫁と俺チャンネルの方ではちょっとしばらく皆さんとお別れというかね、うん、このリアルタイム嫁と俺はお別れになるかなと。そうですね、うん、こっちのチャンネルではね、はい、こっち、あ、でも嫁チャンネルの方はもう毎日いるから、毎日いるから、毎日待ってるんで、はい、音楽ギター持った嫁と俺とここでお会いできる日まで、今しばらくお待ちくださいませ。いつもありがとうございます。ありがとうございます。でも俺思うんだけど、本当にこれをやってなかったら完治させようって思ってないと思う、うん、うん。痛くても弾いてるし、そうだね、遊び半分だったら痛くても弾いててもいいかなって思ったの、うんうんうん、でも動画を投稿してる以上、一人でも二人でも動画見てくれてる以上、完治させるっていうのも仕事だよなと思ったのよ。仕事です、うん。本当に菊池さんにも言われた。その休むのも仕事だぞって、もうプロに言われたら、そうそうそう、言うしかないからね。そうですよね。ですよねって。というわけでちょっとお休みしてきます。はい。というわけでいつものやつ行ってみよう。はい。最後までご視聴ありがとうございます。この動画を見てくださったすべての方に感謝の気持ちを込めて今日はちょっとお話をさせていただきました。なんだろうな。ちゃんと直そうっていう気持ちにさせてくれて本当にありがとうございます。ありがとうございます。本当にありがとうございます。うん、わかりゃいいんだよって思ってくださった方は動画の高評価、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。ツイッター、インスタグラム、TikTok もやってますので、フォローお待ちしております。夫婦、ファミリーの日常を切り取った嫁チャンネルの方は毎日投稿しておりますので、そちらの方もぜひともチェックしてみてください。というわけで、よかったら、また見てね。また見てね。寂しい。寂しい。いざこうやって口にすると寂しい。寂しいね。うん、寂しいけど、次会う時は、もう、もりもりゴリゴリで行きましょう。ね。別にさ、動画アップそんな普段からしてないからさ、何にも言わずにお休みしたってよかったんだけど、でもね、うん、そうそう、ちゃんと怪我したことと、はい、怪我したまんまやることって良くないんだよっていうことと、うん、完治させるとこんなにいいことがあるんだよっていうのを全部みんなに見てもらいたいなと思ったので、また見てね。また見てね。やめて俺でした。でした。なんか最後の15秒で全部伝わったんじゃないか?20分くらい喋ってるけど、最後のだけで良かったんじゃないか。はい、こんな感じで。はい。おぉ、いざ宣言するとやっぱ来るな、心に。なんかちょっと、ね、寂しいというか。あれ思い出しちゃった、ご解任報告。うんうん。なんか口に出すとすごいグッてきちゃうやつ。私も聞いててグッときちゃった。なんか久しぶりだ、この感じ。ねえ。あれ?決めた?あら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 、ね、行こう、ちょっと待って、もうパパね、バチバチに足がしびれてるの、ちょっと。ちょっと待って、寝てない?寝てるかも。寝てるわ。寝返りかも。寝返りだ。カニみたいになってる。カニ?